ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。5月12日のニュースフラッシュを担当いたします、馬事文化応援アイドル、オオカム奇跡の星野奈々です。それではまずこちらのコーナーから。馬体探偵ナナシ。このコーナーは馬体や筋肉を中心に週末のレースのお役立ち情報をお伝えするコーナーです。本日考察していきたいレースは、東京競馬場で行われるビクトリアマイルでございます。それでは早速考察してまいりましょう。このレースは春のマイル王決定戦です。リピーターの出現率が高いレースで、過去にこのレースで放送経験があればそれだけ有力な軸馬候補と言ってもいいでしょう。年齢別に見てみると、2008年以降は4歳勢が7勝含む16連帯と圧倒的に有利で、リピーター組と4歳勢の戦いになりそうです。客室的には差しが優勢で、勝率の過去の成績を見てみると、差しが少し優勢というだけで先行の勝率もほぼ互角です。連帯率だけ見たら先行の戦績はいいです。レースが行われる東京 1600m は長い直線が大きな特徴で、高速馬場になることも多く、その場合はスピードとキレのある瞬発力を併せ持つ馬が勝利の鍵を握りそうです。ということで本日の馬体チェックポイントはこちらです。じゃじゃん。リピーター組4歳勢を重視、客室は差しが優勢、相手として先行に注目してみてください。以上の条件に合う出走予定メンバーの中から注目していきたい筋肉はこちらです。じゃじゃん。大腿二頭筋に注目してみてください。こちらの赤い部分になっております。大腿二頭筋はこちらのトモの中心にある前臀筋のお隣の筋肉になっています。スピードとキレのある瞬発力を意識するなら、こちらの後肢、足の後ろ足の部分につながっている筋肉に注目してみてください。昨年の覇者アーモンドアイもここの筋肉が綺麗に仕上がっておりましたので、今回はここに注目してみましょう。ということで以上の考察を踏まえまして、ナナシの週末ランキング発表させていただきます。1位の大間さんの写真を使って皆さんと一緒に本日も馬体鑑定してまいりましょう。それではナナシの週末ランキングこちらです。じゃじゃん。5位ディアンドル、4位サウンドキアラ、3位デゼル、2位マジックキャッスル、さあそして1位に輝くのはこちらです。じゃじゃーん。グランアレグリアということで、ここからは提供いただいた写真とともに皆さんと一緒に馬体鑑定してまいりましょう。こちらです。じゃじゃん。グランアレグリアは前走の大阪杯ではスタートしてから道中は5番手でレースを進めていきました。勝負どころで外から3着の馬が並んできて、合わせつつ直線入りましたが、道割れで武器の末脚を生かせず、ラストは3着の馬に競り負けて4着となってしまいました。しかしマイルこそがグランアレグリアの適性だと思いますし、前走は適性ではない 2000m で4着という結果は評価していいものだと思います。馬体面では圧巻の仕上がりを毎回見せてくれておりますが、今回も美しい馬体でした。注目のこちらの筋肉も綺麗に仕上がっておりましたので、今回1位にさせていただきました。いかがでしたでしょうか？以上がナナシのお週末となっております。ぜひ5位から2位の大馬さんもナナシと一緒にネット競馬のデータベース見て馬体鑑定してみてくださいね。当日のパドックの参考になれば幸いでございます。以上、5月12日のネット競馬ニュースフラッシュでした。